はい、皆さんおはようございます。ダバオチャンネルの K です。今日からフィリピン株の方の動画を配信していきたいと思います。まだ10月末に始めて初心者、初級者ですかね。なのでまだまだ負けてばっかりですけど、なんとか今後は勝っていきたいと思います。それでは行ってみましょう。私がやってるのは、前日までに今日来るんじゃないかなっていうのを探して、4つから6つ探しておいて、で3分足で上がり始めたらそれにうまく乗っかりたいと思って今やっています。あとはその日と今日ですね、当日勢いがあるものに乗れたらなーって、まあデイトレーダーですかね、デイトレーですかね。9時半からフィリピン市場始まるんですけど、10時までの30分間で、勝負したいと思っています。今日は自分が事前に調べてたものはあんまり良くないので、全ての銘柄で一番勢いのあるものに入っていけたらなと思います。あと基本的に BDO とか、MBP、 メトロバンクとかですね、 ALI、 こういうのは大きいので入らないようにしています。今日はなかなか、なんだこれ、出だしが遅いです。昨日選んでた、今日上がるかなと思ってたものは PRMX ですね。で、ランド、PHEX、APL、SCC だったんですが、どれもいまいちですね。エバーか。
すごいな。最初の3分で CEI っていう銘柄14.5%上昇してます。前はとにかく上昇してるのに何の過去の情報などを見ずに飛び込んでいってたんですけど、そう言ってやってると飛び込んですぐにそこが最高値で、その後急激に下降していって、いつも、マイナスで終わっていたので、今はちょっと事前にいくらぐらいまで上がりそうか、落ちるとしたらいくらぐらいまで落ちそうかっていうのをちゃんと自分の中でストーリーを持つようにして入るようにしてますが、今日は自分が選んだのがいまいちなので、新しい選んでないものからものに入っていこうかなと思います。なかなか。インデックス落ちていってますね。デイトレ用の資金としては、12,901ペソですね。これでやっていきたいと思っています。で、こちらの3銘柄、コンバージ、テックと、ユニオンバンクの方は、数週間から数ヶ月で5%から10%ぐらい上がるんじゃないかなと思って買ってはいたんですけど、なかなか思うようにはこちらもいってません。なんやかんや言って、10月末に始めてから10万ペソぐらいマイナスですね。なくなっていってます。
今9時40分ですけど、最初の10分ぐらいで上がったところは今下がってきてる感じですね。私が使っている証券会社は、COL ですね、ファイナンシャルというところで作りました。最低1000ペソから、そうですね、最初に1000ペソ入れてスタートできました。で、1回の取引ごとに取引料が、手数料がかかるので、手数料がないところ調べてないんですけど、あるとデイトレやる人にはいいかなと思いますね。ちょっとやっぱり手数料がかかるので、デイトレやるにも損切りするのとか簡単にできなくて、ずるずると行く傾向がありました。上がってきたかTRMX が昨日自分で、考えてたストーリーだと下がっても2.83ですね。で、実際先ほど2.8まで下がって、今ちょっと上がってきてます。ここで入って、上が3.3ぐらいまで上がるときは上がるかなと思ってるので、これでもいいかもしれないですね。こちらがランドで、昨日予想してたのは2.5まで下がるかもしれない、2.91まで上がるかもしれないという中で、どうなっていくかっていうのが見てたんですけど、いまいちですね。PHES は0.79ぐらいまでは上がるかもしれない、0.72まで落ちるときは落ちるかもしれないっていうところで、
考えて予測していました。 APL は、上がるなら0.223ぐらいまで、下がるなら0.213ぐらいまで、で実際先ほど0.213まで下がって、そこから反発して上がっていってますね。SCC が全然動いてないですけど、これも上がるなら12.5ぐらいまで上がって、下がるなら12.12ぐらいまで下がるかもしれないって昨日予想してた中で、でも全然動いてないんで、これはやめと、今のところやめとこうかということで、今46分なので、いやー今日は重い、動きが、前は9時半から、場が終わる、市場が終わる1時までずっとやってたんですけど、ずっとやっても結局損切りできない性格だったのでダメだなと。なので、難品できないようにも1万2000ペソだけ残して、で、持ち越さないように自分の中で30分だけ、まあ上昇してればそのまま1時間ぐらい持っててもいいかなとは思ってるんですけど、基本は9時半から10時半、あ、じゃないや、9時半から10時までの30分で終われればなと思ってます。ただ今日はいまいちですね、
なんか上がり始めました。PRMX に、12,000ペソ。入っていきたいと思います。2.88で4000株ですね。で、入りました。で、いきなり手数料ですかね。税金とかかかるんで、手数料かな。かかるんで、マイナス1.19%はこれはかかってきます。で、今、2.88で買ったのが2.89になったので、ちょっとだけ上がってきてます。じゃあ集中して見ていきましょう。PRMX は昨日予想してたのは、落ちるときは2.83までぐらいまで落ちる可能性はあるよと。で、上がるときは3.3ぐらいまで行くかもねっていう予想で、2.88で今日は入りました。これは PRMX は17年に7.41まで行ってるんですね。で、今はいろいろあって、コロナもあって2.89ですね。フィリピン、こういうまだ2倍3倍、以前よりも2分の1、3分の1になってる株が多いので、チャンスなのかもしれないですね。今9時56分ですね。基本的には10時でやめていこうと今週から決めていますけども、なかなかスローですね、これは。日本株やったことないですが、フィリピン株は本当に上位の取引回数が多いところでないとデイトレーディングは難しいかもしれないですね。数日、数週間とか、そういう持ち方の方がいいのかもしれないですね。まあ、だからといって勝ち負けにはまたちょっと違うんですけど。以前は1分と5分の両方の足を見てたんですけど、どうしても1分の細かい動きに惑わされて損切りすぐしてしまったりとかもあったので、今は3分で、1分と5分の間の3分の足を
使ってデイトレーディングやってます。といっても、まあ1日30分だけなんですけど。こうやっていろんな足があるので、自分の取引に合った性格とかもあるのかもしれないですけど、あと期間ですね。あ、28まで落ちちゃいましたね。まあ、2.86ですね。2.88で買ったので、他のもなかなか買ったところが、買ったポジションが悪かったので、中期かな、中期で考えてると言っても、なかなかこの数字をマイナスをずっと見続けるのは精神的にきついですね。前は一番取引回数の多いところで、まあ、上位5社ぐらい、5銘柄ぐらいでやってたんですけど、あまりにも動きが早いとパニックになる自分がいたので、そういうとこもまあ外すようにしてます。ただ勢いがあってどんどん伸びるときは入りますけど、基本は入らないようにしてます。フィリピン株は約250社ぐらいあるみたいですね。日本株に比べたらだいぶ少ないと思います。3000社ぐらいあるんですかね、日本だと。そう言ってたら PRMX が2.84まで下がってきましたね。自分の中では下がるとしたら2.83まで下がるかもしれないと思ってましたが、今日朝一2.80まで下がってるので、もしかしたらその辺まで行ってしまうかもしれないですね。ああって言いながらも、自分で決めた時間に来てしまいましたね。2.84か。今売ってしまうと、マイナス295ペソですね。あとはこれからタックスとか、あ、2.83までいっちゃったね。335ペソ。2.82ですね。これはもうアウトですね。81。
時間にもなったので残念ですが、ああ2.80ですね。その辺で抵抗して上がるのかね。時間なので打っていきたいと思います。残念。まあいくらかマイナス454ペン、マイナス454ペソですね。2.82で売りたいと思います。2.82で4000株ですね。フィリピン株の動画配信初日、マイナススタート。おっと、2.78まで行きましたね。2.82で今日は終了ですね。残念。ということで、これから基本月曜日から金曜日ですね、フィリピン市場どこもかで、朝の9時半から10時までの基本取引で動画を配信していきたいと思います。明日は休みなので、次は来週の月曜日ですね、4月12日に動画の方を撮っていけたらなと思います。それではありがとうございました。